母さん、今何時？え？時計があるでしょ？この砂の時計、今は何時何分かはわからないのね。そうね、砂時計は今から何分っていうのしかわからないわ。それじゃあ、カップ麺食べる時以外は不便だね。そうかしら。そういえば、とっても便利で不思議な砂時計があるみたいよ。花子、こんなお話はどう？砂時計。俺はいつものように会社へ向かう。工事現場に勤める至って普通の男だ。そう、普通。特に仕事ができるわけでもなく、頭が格別良くもなく、顔も普通だ。週末はネットで不思議系サイトを見るのが楽しみだった。ある日のこと、会社の事務所に飾ってある壺をふとしたことで割ってしまった。この壺はかなり高いものらしく、上司が大事にしている壺だった。あれだけ壺の扱いには気をつけろと言っただろ。弁償しろよ。上司にはしこたま怒られて、すっかり沈んでいた帰り道のこと、突然怪しい男に声をかけられた。いい砂時計があるよ。俺は男を無視して過ぎ去ろうとしたら、突然男からネクタイをつかまれ、ハサミでちょん切られた。何してんだよお前。大丈夫大丈夫。手に持っていた砂時計をひっくり返した。すると、ちょん切られた俺のネクタイはピタリと元通りにくっついてしまった。男は笑いながら、いい砂時計だよ。買わないか？不思議な砂時計だよ。困ってるんだろ？お前さんに特別に売ってあげるよ。その砂時計は壊れたものを3回だけ元に戻せるらしい。聞けばもうこれが最後の1個という。現実にこんな不思議なことが起こるなんて。俺は迷わず男から砂時計を買った。次の日、翌日早めに出勤して、割った壺の前で砂時計をひっくり返した。するとなんと、時間を巻き戻すように割れた壺はカチャカチャと組み上がり、元の姿に戻ったんだ。そしてやってきた上司に報告した。同じ壺を買ってきました。申し訳ありませんでした。あっそ、ご苦労さん。とだけ。俺はその返事の仕方が頭にきて、ずっとイライラしていた。腹の虫が収まらず、くそ、あのバカ上司め。更衣室で上司のロッカーを思いっきり蹴飛ばした。ちょっとすっきりした我に返ると、あ、やばい、ロッカーへこませた。上司が見たら絶対俺がやったと思うだろう。バレたらまずい。俺はあの砂時計を使った。すると見る間に何もなかったようにロッカーのへこみは消えた。本当にすごい砂時計だ。でも使えるのはあと1回だけ。せっかくならできる限りスカッとすることに使いたい。さてどうしようかな。俺は上司のロッカーを開けた。そして何か壊してやろうと思った。なーに大丈夫、壊したって元に戻すんだから。できるだけあいつが大事にしていそうなものを壊してやろう。特に高そうなものがないな。でも確かこの上着。俺は上司の上着を手に取った。確か娘さんからのプレゼントだって自慢していた上着だ。上司へのストレスはこれまでにも相当溜まっていたから、本当は火をつけて燃やしてやりたいぐらいだった。でも形が跡形もなくなったものは戻せないからね。怪しい男がそう言っていたから、俺は上着をハサミやカッターでビリビリに引き裂くだけにした。ああすっきりした。上司のやつ黙みろ。しかしこれ元に戻せなかったら怒られるだけじゃ済まないだろうな。砂時計いっと。え、どうして戻らないんだ。おい砂時計、おい。俺はその後上司に見つかり、半殺しの目にあった。ふふ、おしまい。もう少しで後藤さんはこちらの世界に来るところでしたね。砂時計は3回しか使えません。1回目は数えてなかったのかしら。ネクタイに使ったじゃないの。こんな砂時計があるなら買ってみたいものですね。
おやすみ花子。そして皆さんも良い悪夢を。